部数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。ペルーとブラジルに行ってまいりました。地球の反対側、遠かったですね。今月あります舞台公演の打ち合わせで行ってきたんですけれども、沖縄から東京に飛んで、東京からアメリカのダラスを経由して、まずはブラジルのサンパウロに参りました。サンパウロでの打ち合わせを終えて、ペルーのリマ、そこからアメリカのロサンゼルスを経由して東京経由で沖縄に帰ってまいりました。もう何回飛行機乗ったんだろうっていう感じでね、お尻は痛くなるんですけれども、でも機内食も美味しいし、それから機内の時間ってね、なんだかとっても私は大好きなので、全然こう長距離移動って苦にならないんですけれども、現地では沖縄県人会の皆さんにですね、もう大歓迎をしていただきまして、今月の公演の準備を進めております。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は北中城村観光協会の宮城義弘会長と、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。宮城さんは1953年生まれ、中城村のご出身です。普天間高校卒業後、東京の国学院大学へ進学、東京でのサラリーマン生活を経て沖縄に戻ります。普天間自動車学校に入社、現在は代表取締役をお務めです。今年の4月からは北中城村観光協会会長としても務めています。自動車学校の経営のお話、そして北中城村の観光振興についてお話です。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。北中城村観光協会の宮城会長とコーラルラウンジです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮城さんと北中談義をしたいと思っているんですけども、宮城さん本籍は中城でいらっしゃる。中城の熊ですね。戦前は中城も北中もなかったわけで。そうですね。宮城さんの頭の中でも一緒ですか。そうですね、まあ、私が生まれた頃というのはまだしっかり2つに分かれてましたので、もうすでに、そうですね、ただやっぱり気持ちとしてはですね、常に一つという思いがあります。観光協会の会長に就任なさったので、北中の将来に責任を持つ立場にいよいよなられましたね。いやー、大変な重責を担うと。引き受けてしまいましたね。引き受けてしまいました。最初に本業の話から、はい、定石の横に、はい、普天間自動車学校があると。 ものすごく世界遺産の横で教習勉強ができるわけですよね。そうですね。何年になられますか。そうですね、もう創立56年が経ちましたね、うん、はい、沖縄の車社会の発展とともにってところですか。そうですね、ちょうどモータリゼーションといいますか、それが発達しかけている頃にですね、やっぱり立ち上がってますから、まあ、ちょうどいい時期に発足できたかなというふうに思ってます。北中城にありながら普天間自連とはこれいかに。これですね、うん、実は北中城という地名がですね、なかなか有名じゃないと、うん、そこで普天間の方がより名が売れるだろうということで、たまたまた事務所も普天間にある、うん、そういった時期がありましたのでね、まあ、普天間という名称を使わせていただいていると、うん、北中城には大変申し訳ないと思ってますけど。確かに普天間自連というのはこれ誰もみんな分かってるんですが、それが本当は北中城にあるという話なんですね。そうですね、そういうことです。少子化、高齢化社会と迎えているわけですけども。そうですね。宮城さんの業界にとってもこれは逆風ですよね。やっぱりそうですね。大体学校という名がつくところというのは、この少子化がですね、大変な痛手をもたらしているというのはですね、もちろん我が業界も全く一緒です、うん、はい、
本業における新しい展開のことを経営者宮城さんから伺いたいです。この分野で言えば どんなことがこれから展開？そうですね、これから今もちろん、高齢者の皆さんの講習をはじめですね、それが今ですね、それはありますよね。ありますね。だってそこマーケットどんどん広がってるわけですよね。そうですね、そういう対応もしていかなきゃいけないと、それから私どもで言いますとですね、高次脳機能障害の方々、例えば脳梗塞で倒れられたと、でそういう方々が社会復帰をする場合にはどうしてもまた運転免許が必要になってくるということで、その方々に対する、チェックをですね、私どもで第一義的にはさせていただいて、でそのチェックの結果をまた病院側でお返しすると、そういう方々のですね、需要といいますか対応もしなきゃいけないということが現実にやっぱ増えてきていると。運転免許証 の取り方の多様化と、あるいはなんとかな、学び方がこう多様化しているということが言えるのかな。そうですね、訓練の多様化といいますかね、そういう分野からも私どもに期待を寄せられているというのが現実としてあります。当面はじゃあ、沖縄の高齢者の皆さんの安全を守る役割、それでもやっぱり運転、僕ね、やってもらいたいなと思うんですよ、本当は。そうですね。ですよね、免許取り上げちゃいかんと思っていて。そうなんですね、やっぱりそのあんまり免許取り上げると、早く逆に認知機能の衰えが出てくるというのを現実的に指摘されてますね。僕のおじさんが84でもうね、家族がみんなが取り上げるもんだから、1年後にはもう弱っちゃって、だからやれるもんなら、迷惑かけずに運転できるものならそうさせてあげたい。そうですね、これは人情でしょう。そうですね、だからその辺の狭間でね、高齢者の皆さんは大変困ってると。確かに免許を返納するのも勇気がいると、ところがまた免許返納しないと家族が心配するという意味ではですね、じゃあその足をどう確保していくかどうか、これやはりまた社会の大きな問題としてクローズアップされるだろうというふうに考えています。この辺が非常に難しい課題を抱えているなと。自動車学校の新しい展開を期待してお待ちしたいと思います。ありがとうございます。我々一緒に取り組んでいる北中城村の観光政策で、あの村の我々の北中城村のあの価値をどういうふうに宮城さん見ております、観光協会の会長として。そうですね、北中城村というのはご承知の通りですね、まだまだ自然が非常に豊かだと、その自然をどう生かしていくかどうか、そのために観光協会の、理念というのが心身ともに健康な文化村、それを作っていこうと、これを観光の大きな理念に添えていこうというのが総論 で、それから派生する、例えば北中城村の女性長寿ナンバーワン、これはなって久しいわけですから、そういう方々がやはり愉快に楽しく過ごせる観光環境、これはまたある意味では観光の一つの資源ですね、最大の資源かもしれない、なっていくだろうと、それを島田さんと共にやっていきたいということでございます。微力ながら宮城会長のお手伝いする役割が私仰せつかっておりますので。ありがとうございます。やっぱね、豊かな村ですよ。そうですね、島田さんもまた引っ越してきますから、これはまたバレてしまったな、これがもう第一のね、大変な喜びですよね。ライカムの、イオンライカムの出店でね、やっぱりあそこでも全然違う街にもなってしまいましたね。そうですね、そして周辺にマンション群ができてきて、でホテル計画もあって、で世界遺産があるというのを、で1万6000人7000人が豊かに暮らせる空間があると、このモデルをね、どう沖縄のモデルにしていくかということを考えていきたいんですけどね。そうですね、せっかくイオンモールさんを中心にですね、これだけ人が集まるわけですから、年間1000万人人が来る空間になったと。そうですね、かなり大勢の方々来ますので、そういう方々にもうやっぱり北中城村の人情といいましょうか、人といいましょうか、それを感じる空間、それをやはりこれから作っていく。また現に大城の花坂自治会、皆さんがいろいろ地域づくりで展開している。宮城さんまだ自治会に入っていませんでしょうか？まだ私、また10年ぐらいありますね。年代的にはですね、予備軍ということでですね、としているのかなというふうに思ってますけどね。
まあ、地元が引き入れてくれるかどうかはまた別問題ですね。あの花咲かじじい会も有名ですけども、はい、何よりもやっぱりミス北中薄くでしょう。そうですね、ミス眼中ですか。女性だけで言えば、長寿日本一。そうですね、これはあのずっと続いてますから。そうですね、これはあの何がそうさせているのかというのをこれ研究対象でもあるし。そうですね、もちろん発信するにおいては最高の魅力でもあるし、この辺ですよね、皆さんおっしゃってるのは。そうですね、結局はやっぱ長生きの要因というのはやっぱ地域環境、あるいはまたあの家族の環境もいろいろあろうかと思いますけど、そういうのがしっかり癒しの場として北中津にあるであろうと。でもう一つはですね、これは間違いなく一昔二昔前を沖縄県を思い出せばですね、もっと食があの沖縄の、まあ、琉球料理といいましょうかですね、そういうのが非常に根付いていたと。例えばあの昆布料理を一つ取り上げてもですね、これが非常に豊かにそういう料理群があったと。ただそれが今非常に薄くなってきたのかなと。できればそれを復活し、もっと充実発展を図って、これがまたあの長寿に結びついていく一つの、まあ、要因になるだろうということを大いに期待したいなと思いますね。北中の女性長寿というものはそういう食文化や生活習慣がそこに沖縄の古き良きものが残っているということが言えるんでしょうかね。ですね、あの、まあ、これ細かい調査しないとよくわからないと思いますけど、間違いなくそういうこともまだしっかり根付いているんではないかなというふうに思ってますね。もう一点、その北中城村、これは戦前は中城と一緒でした。そうですね、だから、中城城跡を中心にして今でいう中城村、北中城村、これはあの少なくとも観光という視点では一緒で取り組めますよね。そうですね、おっしゃる通りですね。これ宮城会長時代になんかこう新しい取り組み一つやりたいですね、一緒に。そうですね、まさしくおっしゃる通りですね、まあ、以前からあのもちろん連携を取りながらですね、うん、図りながら、観光を盛り上げようという機運はありますので、これをぜひあの今年はですね、お互いに情報交換をしながらですね、取り組みを強化していきたいと。特にまた中城城跡っていうのはこれが一つの大きな資源ですので、両村にとってですね、これをまあ核とした、観光づくりといいましょうか、共に両観光協会で取り組みができればなと。今年整備が始まりましたよね。はい、あのちょっと工事も入っていますし、その昔 の, あの建物がこうもう取り壊さなきゃいけないものを壊していって、すごく整理が図られていくはずですの で, そうです、ね、いよいよ観光資源としてあの本格的にこうあの世の中に出ていくという時期が近づいているなと思っているんですが。そうですね、まさしくおっしゃる通りですね、これからがしっかりあの、まあ、発信できる環境ができてきたのかなと、まあ、そういう発信できる環境があればこそあの両村の観光協会で何らかのイベントをですね、充実を図っていくと、そういう歴史を踏まえてですね、何らかの形のイベントができれば、これは両村にとってもまた観光資源にとっても沖縄県にとってもいいのかなと思いますね。あの観光協会、宮城さんいつもおっしゃる、その若手の活躍の場をたくさん創出したいねと、作りたいとおっしゃる。あの、そうですね、全国から、地域協力、地域おこし協力隊のメンバーがあの入ってきたりして、村づくりに一生懸命ですよね。やってますね、頑張ってますね。この辺の期待をお話しください。はい、今まさしく島田さんおっしゃったようにですね、地域おこし協力隊が今、観光協会にも2人、うん、それから役場にも3名4名ですかいらっしゃるわけですから、まあ、彼らが、まあ、主な大きな目的というのはあの移住、沖縄に移住して定住していくと、で3年間は協力隊としてしっかり頑張っていただくと。で頑張っていただくことによって周りがまた逆に我々県内の人間が刺激を受けていくと、非常にあの相乗効果が出ている。まあ彼らに一生懸命活躍をしていただく、それから若いしっかりしたその柔らかい能力を生かしてですね、将来的にはですね、自分が創業できるような環境づくりをですね、私ども北中としてもですね、考えていかなきゃいけないだろうと
というふうに考えています。すごい優秀なメンバーなんですよね。大変優秀ですね、はい、大変助かってます、はい、あの最後もう一回食の話だけ。実はあの宮城さんが食のことをすごくこだわっておられることを知ってますので、北中グスクソンをこう食、それがこう健康につながる食ということでの展開で魅力発信していきたいという話を最後に聞かせてお会いしたいと思います。そうですね、これ観光に限らずですね、やはりこの北中グスクというのは女性長寿ナンバーワン、これがやはりイメージするのは住みよい環境、それから人情豊かな環境があると、と同時にですね、やはりもう一回この食をですねしっかり、昔の食をですね、古き良き時代のその健康食をですね復活をさせて、我が村の健康づくりもしっかり、また県内の健康づくりにも寄与していければなというふうに考えています。わかりました。このテーマで北中グッソン観光委員会の議論をこう議論をすごく中身に入っていきたいと思います。今日は、もう島さんがこの、委員会の長でございますので、ぜひともですね、そうでしたか、正面から応援していただければですね、また観光協会の副会長でもありますので取り組ませていただきます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。観光振興について、そして北中城の村づくりについてのお話もしていただきましたけれども、どちらもですねキーワードが長寿のようですね。ただこれ、女性に限って言えば長寿日本一ということですから、これ男性陣も頑張らないといけないなという感じなんですよね。これでも北中城村だけのことではなくて、沖縄全県的にやっぱり男性陣がですね、今やっぱりね、夜のお付き合いでお酒が多いとかですね、結構脂っぽいものが大好きとかですね、あと締めのステーキがあったり、それから夜になってからね、揚げ物をたくさん食べるとか、ドカ盛りが大好きとか、いろんなことがありますけれども、私たちも注意しないといけないなというふうに思いますが、この長寿という中でもやはり大切なことは食文化なんですよね。島田さんは島田さんご自身も、北中城村の観光振興、それから村づくりについて15年前から関わってきたと、女性長寿日本一の村としてブランディングで宮城会長を支えながら進めていきたいというふうに語っていました。今週のコーラルラウンジは北中城村観光協会の宮城義弘会長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内ですよ。いよいよ今度の金土日と迫ってまいりました。琉球芸能アラカルト、お好みでお楽しみいただけます。アラカルトという舞台公演があります。11日金曜日、12日土曜日、そして13日の日曜日の3日間、国際通りのど真ん中にあります、天ブス那覇の4階天ブスホールで舞台公演が行われます。何度かね、番組の方でもご案内をさせていただいておりますけれども、私富田が演出を務めさせていただいております。目で味わって、そして耳で聞いて味わう琉球芸能、琉球芸能って本当に一言で言いましても多彩ですよね。古典舞踊があって、象踊りがあって、空手舞踊があって、エイサーがあって、組踊りもありますし、それから音楽とっても、例えば古典の、音楽もありますし、民謡もあります。本当にたくさんの琉球芸能の魅力を皆様に、レストランでアラカルトでお楽しみいただけるような感じで、琉球芸能の多彩な魅力をですね凝縮してお楽しみをいただきたいと思います。今回はですね、皆様に琉球芸能をね分かりやすくご覧いただきたいなということで、琉球芸能ソムリエが芸能の解説をいたします。沖縄県立芸術大学のイケメン講師として知られております鈴木浩太先生にね、ソムリエ役を務めていただきまして講演を行います。玉城流玉泉会の皆さんを中心に、客演の皆様もいらっしゃいます。多彩な琉球芸能、ぜひお楽しみください。チケットは大人の方2500円、高校生以下は2000円。お問い合わせ、チケットのご予約はシアタークリエイト、電話番号 090-3074-8295
3074-8295 番、またはお近くのプレイガイドでお求めください、Facebook などもねありますし、公式、サイトもありますので、ぜひアラカルトと検索して、公演情報ご覧になってください。ではテンプスホールでお待ちしております。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取もできます。また沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクをしております。お時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。